叩かれるかなと思って怖がってたのに、ケラバ、はい、かわいいねって言われる、キューティーケラブって言われてる学校で、じゃあ今日から俺がそう呼ぶからな、しっかりね。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、中野町居酒屋グースタイル、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。はい、コマーシャル入りました。追加、あ、はいはいはい、どうぞ、はい、ゆりゆりくん、はい、ゆりゆりくん、ゆりくん、こっちは脱いでくれ、あ、はいはい、ありがとうございます。ゆり、中に入れる洋服、あ、制服で着てるやつ、お前なにくん、ゆり、なにゆりくん、あらかきゆりくん、これか、あらがきとなってるけど、かきがき、あらかきゆりくん、はい、ポジションは、セカンドです、セカンドベースマンね、はい、じゃあ一人ずつ自己紹介練習しっかり頼むぜ、キャプテン。はい、だいたいキャプテンがどれくらいできるかによってみんなの自己紹介が決まってくるからな。はい、ごめん、コード、あー、マイク持ってる、はい、このマイクは2人でお話できるようにして、でこのマイク2人、そのオレンジのマイクはそっち3人かも、はい、よろしく、ね、で後ろはリレーしてね、ね、リレーしてね、荒垣優里は遅れて入ってきたからあれだけど、返事は口でやる、返事は口でやる、できるか、はいって、はい、いえ、はい、いえ、大丈夫か、大丈夫か、普段からお家で返事口でやったことないだろ、うん、ある、だったらここでもできるような、だできないさ、返事口でできるか、首でやるんだったらさ、音出してくれ、イエスとノーと使い分けてよ、だ首でやるさ、音聞こえないよ、危ないよ、さっきまでケイラブが狙われてたけど今度は君だよ、はい、挨拶できないやつは僕徹底的に狙い撃ちするから気をつけろよ、はい、ケイラブは何年生、エレメンタリースクール何年生、オッケー、ありがとう、はい、はい、改めましてこんばんは、こんばんは、はい、元気な沖縄ブルージェイズの皆さん、先ほど1人入りまして11人になりました。ではキャプテン、はい、お一人ずつ自己紹介をお願いします、どうぞ。沖縄ブルージェイズ主将の伊是名敷人です。はい、ポジションは、ポジションはキャッチャーです。はい、諸見里優馬です。はい、ポジションはどちらでしょうか。ピッチャーです。はい、リアム・マクファデン、日本語風に言うとリアムくんな、な、もうネイティブの発音すぎておじさんたちは聞き取れない、リアムくんね、よろしいですか。はい、 OK、 はい、どうぞ、ネクスト、ジョー・ボンバック、ボンバック、ジョセフ・ボンバック、はい、ごめんな、ネイティブの発音ができなくて、ジョセフでいいか、ジョーって呼ばれてる、みんなにジョーって呼ばれてる、かっこいいな、はい、ジョーって日本ではボクサーだけど、君はプロフェッショナルベースボールプレイヤーなのか。大丈夫か。ジョー、OK、はい、ネクストお願いします。島袋一成です。はい、一成くん、ポジションはセンターです。センター、はい、あ、
荻堂千里です。荻堂千里くん、ポジションはどちらですか？ポジションはショートです。はい、山口大輔です。山口大輔くん、はい、ポジションは？ポジションはサードです。はい、中村隆起です。中村隆起くん、はい、ポジションは？ポジションはライトです。はい、荒垣ゆりです。荒垣ゆりくん、はい、ポジションは？ポジションはセカンドです。セカンド、はい、はい、ケイラブ。ケイラブ、はい、リノーサー、はい、ポジションどこだろう？ライトフィールド。ライトフィールダー、はい、オッケー。オーエン・マクラウェン。オーエンでいいですか？オーエン、ニックネームは何ですか？McClelland? Your friend called you Makita? No. No. What do you call Owen? Everyone. Your friend, what do you call you? Owen. Owen, is it okay? Yes, okay. Thank you. This is 11 people who have come here. Liam. Liam. このヘアスタイル、ヘアカラーは何？ブロンドですか？かっこいいな。うん、So cool。 おじさんに少し分けてくれんか？ちょっちゅねって感じ。わかりました。オーウェンがブロンドだったら、ジョーは？何か君の色は分かんね。 How color? What color? Brown。 あ、君もブロンドか。はい、ブラウン。ブラウン。じゃあ、後ろのオーエンは？ブラウン。はい、ケイラブは？ブラック。ブラック、一緒だろ。ユーリは？ブラック。ブラック、君少し染めてる？うん、オリジナルかこれ。あ、そうか、そうですか、わかりました。あ、パーマ屋行かなくていいな、うん、はい、ブルージェイズはキャプテン。はい、はい、学校みんな違うんだよね。はい、はい、じゃあ一つずつ聞いていきましょう。しきとくん、キャプテンは？高須小学校です。高須小。ゆうまくん？宮里小学校です。宮里小、沖縄市。はい、一斉くん、あ、ごめん、待ってよ。はい、飛ばして一斉くん。高原翔です。高原翔。はい、千里くん。羽衣小学校です。羽衣小学校ったら大山に新しくできた学校。はい、だよね。はい、大輔くん。やら小学校です。やら小学校ったら読みたん？カデナか。カデナです。カデナ。はい、龍樹くん。沖縄カトリック小学校です。沖縄カトリック小学校ったら、宜野湾の前原の方。はい、はい、ゆりくんは？やら小学校です。 あなたもやら小学校。やら小学校2人いるんだ。待て。あ、そうか。はい、じゃあリアムはどちらですか？スターリーハイツエレメンタリースクール。あきさんよ、かっこいい。何、スターリーハイツエレメンタリースクール合ってる？スターリーハイツエレメンタリースクール、ベースの中にあるの？あ、そうですか。はい、オッケー。ジョーは？エドワード・シー・キャン・エレメンタリースクール。またまた。何、今カリフォルニアって言った？あっちまで来てるの？もう一回。エドワード・シー・キャン・エレメンタリースクール。エレメンタリースクールだけ分かる。合ってる？こっちに何？アミックス・インターナショナル？ちゃう？転校した？あ、キリン・エレメンタリースクール。オッケー。これもベースの中？はい、はい、オッケー。じゃあ後ろの応援は？スティーリーハイツエレメンタリースクール。ああ、あなたがそうなんだ。スターリーハイツエレメンタリースクール。これもベースの中？
ケイラブは？ズクレン。ズクレン。これもベースの中？はい。はい。はい、オッケー。マイク叩かないで口で返事してください。オッケー、ケイラブ。ケイラブ。学校面白いか？はい。はい。スクールエンジョイ、あ、じゃない、逆だ。エンジョイスクールライフ。はい、エンジョイスクールライフ。おい、待ってね、はい。このおっさん、何言ってんだよ、わかんねえよ、みたいな顔しないでくれ。つらいんだよ、俺も。よし、ケイラブ。ケイラブくん。ハート2ハートで今日はあと50分付き合ってくれよ。頼むぜ。オッケー。笑ったら可愛いさ。うん。You are smile cute。お父さんお母さんにもそう呼ばれてるか。わかんね。オッケー、わかりました。No、はい。No。No、なんで。So cool って呼ばれてる。オッケー、わかりました。しきとくん。はい。キャプテン。はい。野球何年生から始めた？2年生です。2年生。最初からブルージェイズ？いえ。あ、どこに行った最初は？高いスパ、あ、違うな。石垣島の、うん、アラワシっていうチームでした。あ、八重山にいたの君。はい。で、転校してきた。はい。船で来たの？飛行機で来たの？飛行機で来ました。飛行機で。飛行機の乗り方分かるよとか？分かりまし、あ、分かります。分かります？大丈夫？はい。はい、何年生に転校してきた？4年生です。4年生。で、その、何だった？八重山のあらわしチームからブルージェイズに入ったの？うん、違います。違う。どこを経由した？高安スパローズ。ああ、そこで高安スパローズが出てくるのか。ブルージェイズに入ったのは何年の時？今年の6月ぐらいです。そしていきなり君キャプテンになった。はい。かっこいいな。キャプテンになるために生まれてきた。そうみたいです。かっこいいじゃないですか。そうクールだね。で、英語も勉強してる。最近行ってないけど一応しています。行ってないけど一応しています。英検何級ですか？5級も受かってません。しっかり勉強せよ。はい、はい、ゆうまくん、はい、あなたは何年生から始めましたか？4年生です。4年、はい、あなたはすぐブルージェイズ？違います。どこにいた？宮里カープです。カープにいたよな。今なんか顔が見覚えあるなと思って見てたけど。そうか、何年からブルージェイズに乗ってた？5年生です。5年生からで、頑張ってるか？はい。英語も頑張ってる？まあはい。まあはい。まあはい、わかりました。リアム。はい。はい。王子さんが言う日本語どれくらいわかる？まあ全然わからんな。ゼロ。ゼロパーセント。少し。少し。あれ以上ぐらい。じゃあリアムは How old are you? いくつですか？何歳ですか？11歳です。OK。 で、あなたのバースデーは何月何日ですか？リアム、大変申し訳ないけどさ、大変申し訳ないけどさ、October 30th? 待って、俺の話を聞け。お前、遠山さんのこと好きだろ。ああ俺よりは絶対好きだろ。ああ照れるな。俺見て話してくれや。はい、Your birthday 何月ですか？ October 30th。 待って待って待って、こんな早くして。なんて、もう一回。October 30th.
分かるとか式と分かるとか全然分かりません。あ、お前分からんのに笑ったな今な。ノーベンバーって言ったの。あ、そうか、おい宗介、お前の耳の発音悪いな。大丈夫か、10月オクトーバー、オクトーバー、うん、何日、30日で英語で言ったら何て言うの。30でいいの、うん、おうちの口でおじいのことターリーって言うんだよ、覚えとくよ。、うん、ちょっと似てるね、はい、ジョー、はい、はい、How old are you? 9、はい、バースデーは何月。 January 12th。 何 12th?January 12th. January. 1月。お、何日？ 12th. 20日。日本語で言ったらなんて言うんだろう。12か20か。12。12。OK。ありがとう。よし、後ろの応援。応援。マイク使ってお話して。はい。あのムービースターの誰に似てるって言われる？ムービースター。Who is the movie star that you like? You call somebody? Oh. Oh. 誰？ Owen Wilson. Owen Nelson. Owen Nelson. Owen Nelson. 待てはいじゃん。A. トム・クルーズ。B. トム・ハンクス。どっち？トム・クルーズ。トム・ハンクス。トム・クルーズ。ああ、いいね。ロキだろ。トム・ハンクスになったらな。額 M 字だよね。あれなんていうの英語で。トム・ハンクスの額。鉄腕アトム。日本では鉄腕アトムだよね。あれな。わかんねえ。OK、わかりました。ケイラブ。はい。はい。ちょっと時間下がったな。日本とアメリカぐらい離れてるな。はい。はい、OK。ケイラブ。はい、よし、まだレスポンス空いてるよ。ケルブ、はい、よし、オッケー。はい、お誕生日はいつですか。June 28th ってあれか、6月か。6月、もう June は 1,2,3,4 で数えないから June か。 OK、 28th は28日。28、日本語少しはわかる。少し、はい、OK、おじさんも6月生まれ、June 24。 大丈夫か、okay? 同じ6月、セームセーム友達しような。あ、今6月 June 何日、待て、11、6月11日や。僕より少し早いな。わかりました。はい、お待たせしました。一斉くん。はい。高原小学校。はい。お前さっきから姿勢悪いな。もう机に肘つかんと生きていけないのか。大丈夫か。はい。大丈夫か。はい。危ないよ。小学生でこんなもういいね。あ、危ないぜ。俺はすぐ肘ついて。学校で授業60分か、あ、40分か、45分か、はい、耐えられるか。先生疲れたって言ってないか君。あ、タイヤードっていうのか、なんていうのか英語で、うん、I'm tired っていうの。大丈夫か、はい、気をつけ、はい、背中伸ばして、そうできるか、はい、大丈夫か、はい、はい、はい、どこまで行った。一斉くん、はい、はい、名前かっこいいな、一つ星やね、ファーストスターって呼ばれてる。呼ばれてない。なんて呼ばれてる。普通に。普通に一斉って。そうか、わかりました。だけど自分ではファーストスターって自分で言ってる。うん、言ってない。じゃあ自分で言ってやるけん。な。あ、そうだよ。高原小学校の校長先生、名前何か。新田。だよな。宗則。新田宗則先生だよな。よろしく言っとけよ明日。はい。うん。
遠目のおじさんがよろしくって言ってたって、お前新聞で見たけど太りすぎって言っとけよ校長先生に。太ってるだろ最近、昔はスマートだったんだよあいつ、ああ太りすぎだよ校長って言っといてよ、はい、校長先生って何て言うのか、学校のボスは 何先生、何ティーチャー、校長先生。校長先生、英語でさ、あ、ボスオブタカラエレメンタリースクールか。プリンシボル。何？プリンシボル。お、かっこいい。わかった？はい。はい、言ってごらん。はい。プリンセボ。あ、セボだけどなんとなく雰囲気ですから。よし、オッケー。はい、千里くん。はい。千里くんの名前またかっこいいな。先行が走るという線ですね、羽衣小学校、はい、大島はあの辺ですか、はい、大山あたり、うん、大蛇のあたりです、大蛇ないですか、羽衣小学校もできて何年なの、3年目です、3年目、じゃあ君2年生から入ったの、あ、はい、うん、それまではどこに行ってた、大蛇の小、大蛇の小学校で羽衣小学校ができたから転校した、はい、ということですか、はい、あの辺昔何だったか分かる、タイム畑、おさすがだね、じゃあ正しく発音してごらん、うちなぐちでタームって、はい、ターム、そうそう、ターム畑覚えとけよ、はい、はい、こっち昔何だったか知ってるかってな、はい、あのお友達に聞かせてあげなさいよ、はい、はい、よし、じゃあお隣の大輔くん、はい、大輔かっこいいな、山口大輔、はい、やら小学校、はい、ちょっとやら小学校、もう一人いたよね、やら小学校、はい、あ、荒垣ゆりくん、はい、ちょっとあゆりマイク、後ろのマイク持ってる、あれあれ、やら小学校ちょっと飛行機うるさい、とってもうるさいです、とってもうるさい、大助うるさいか、はい、あ、ちょっと授業の間は止まってくれよって頼んでる、席立ったら、あ、あんまり立ったらダメなのに言えません、あ、そうですか、失礼しました、ちゃんと授業受けてるわけね、真面目にね、わからないです、わからない、わか、 かりました、後ろの龍樹くん、はい、ドラゴンか、龍樹くん、カトリック小学校はさ、授業は英語でやるの、いや、日本語です、日本語で、はい、小学生から英語の時間ってある、授業で、はい、カトリック小学校って幼稚園からあるの、保育園からあります、保育園、はい、幼稚園、はい、小学校、はい、中学校で高校もある、はい、で君はそのまま中学校高校カトリックで行く、わかりました、まだわからん、はい、来年から高校野球部ができるってよ、君入ったら、入らない、あ、なんでカトリック高校野球部は、お、俺ブルージェイズでレギュラーだったぜって、うん、監督岸本さんって言うからさ、はい、うん、遠目がよろしくって言っといてね、はい、頼むぜ、忘れるなよ、はい、はい、誰だ監督の名前は、北、川さん、ダメ、1分前のこと忘れてるからな岸本先生な、はい、はい、頼むぜ、はい、岸本先生の下の名前は、分かんない、分かんないよな、まだ言ってないもんな、はい、岸本由紀子先生の覚えとけよ、はい、はい、じゃあ隣ゆりくん、はい、ゆりくん、やら小学校の3年生、はい、あ、大輔くんは何年生、4年生です、4年生、大輔くん英語勉強してる、はい、はい、ゆりくん英語勉強してる、はい、ペラペラか、ペラペラではありません、ありません、じゃあ隣のケイラブとの話の通訳できる、何、まあまあできます、まあまあできる、まあまあ、あんまりできません、あなたは何ね、何だったら、あの英検何級持ってるの、ん、 5級は持ってません、あ、そうか、じゃあこれからだな、うん、OK、あと1点です、はい、ケイラボ、ケイラボ、少し、はい、もう眠たい、 Go to bed 大丈夫か、大丈夫ですか、はい、はい、OK、ケイラブ、はい、日本の小学校でさ、
良い子のお返事はいって標語があるんだ、覚えとけよ。はい、ケイラブ、良い子のお返事、Say yes。 あ、もう恥ずかしくなってきた、シャイだね。 OK、 分かりました。応援くん、はい、応援くん、はい、トム・クルーズ、はい、トム・クルーズよりもさ、何だった、あのクリスタル、クリスタルじゃないや、あのサッカーのあの人、ロナウド、クリロナ、あっちも似てるかもしれない。で、ああ、やっぱりね。I used to play. Okay. スタープレイヤー。ああ。で、なんだった？ベースボールプレイヤーで言ったらだ。なんつった？エイロッド。アレックス・ロドリゲス。ヤンキースだった？わかんね。Yeah. ベースボールプレイヤー、メジャーリーガー、誰わかる？Adam Wainwright。 誰て？ Adam Wainwright。 今誰か通訳して、はい、ユーリ通訳して、なんて言った？早すぎてわからんな。よし、じゃあ音楽聴いてる間に通訳してよ。はい、じゃあここで、音楽聴いてください、お願いします。
はい、今夜は皆様に合わせて洋楽を聴いていただきました。クイーンの、はい、リアム、どうぞ。タイトル、プリーズ。I was born to love. I was born to love you. で、彼女ができたらこう言うんだよ。うん、いいか。お前を愛するために俺は生まれてきたんだぜって。かっこよくは。かっこよく言えよ。はい。ジョーも練習しとけよ。練習しとけよ。I was born to love you. 笑わないでよ。かっこよくは。好きな女の子いるか。ジョー。本当はいる。いる。またマイクで遊ぶな。応援はいるか。ケイラブはいるか。な。早かったな今の返事。リアムはいるか。No. No.結構マジにノーって言ったな。そうなんだ。好きって言われたことあるか。 I love you って言われたことある。 Yes。 いくつの時。 いやもう野球の話やめような今日な。 はい、どうした、はい、で、なんて返事した。You're crazy。 いやいや、本当か。もったいない。まずいだろう、それは。お前バカみたい。まずいよ、それは。やり直してこいや。Me too って言わないと、うん、ね、Next time は Me too って言いなさいよ、うん、いいか。リアも俺と約束だよ、プロミスだよ、ね、ね、Next time は Me too って言うんだよ、うん、I love you。 頼むぜ、かっこよく決めろよ、はい、ジョーも大丈夫か。 Tooth はこれいつまでか、あのこのプロテクターは、チェーンは、あと何年。9。あと何や、9マンス、どっち。I don't know。 あ、分かんない。頑張れよな。辛いけど終わったら綺麗な歯になってからまた女の子に持ってるよ。これ以上持ってどうするんだ。ね、よし。OK。しきとくん。はい。ムービースターとベースボールプレイヤーとどっちがいいか。ベースボールプレイヤーです。おー、ちゃんと分かってるね。ゆうまくんは。絶対言って。どっち。ムービースターとベースボールプレイヤーと。ベースプロ…噛んだ。ベースボールプレイヤーです。そうですか。リアムは。はい。ムービースターはベースボールプレイヤー。ベースボールプレイヤー。本当か。やはり、はい、おー、そうですか。本当か。ジョーはベースボールプレイヤー。おー、そうっすか。うぃーし。応援は。ベースボールプレイヤー。おー、ムービースター。サッカー選手じゃないわ。ムービースターね。ケイラブはムービースターね。ムービースターがいいんじゃないか。ムービースター誰が好き。ない。あれ待て、
ユーリ。はい。あなたは？ベースボールプレイヤーです。ではじゃあベースボールプレイヤーでは誰が好き？うん。大谷翔平です。大谷翔平ね。はい。龍騎は？ベースボールプレイヤーです。で誰が好き？特にいません。特にない。冷めてるな君な。うん、はい龍騎は？あ、ま、あじゃあ龍騎じゃないごめん。大輔くんは？ベースボールプレイヤーです。どなたのファンですか？山田哲人です。山田哲人ヤクルトスワローズ。はい。はい千里は？ベースボールプレイヤーです。で誰のファン？ソフトバンクの柳田です。柳田。置いとくよ。はい。濁った方が言いやすいけど。あなたのニックネーム知ってる？ギータ。そうそうそう、ギータ。ね。さあ、またテーブルに肘をつき始めた一斉君。はい、一斉君は誰のファン？広島。あ、広島のファン。はい。広島のチームカラーは？赤と白です。赤だけでいいよな。うん、大丈夫か、はい、はい。広島ってどこにあるの？広島。どの辺？沖縄から歩いていける？ちょっと厳しいな。オッケー。はい、じゃあカープで誰が好き？鈴木誠也。はい。いいよな、あいつな。何だった？日本シリーズカープとどことだった？日本ハム。うん。うん、だ誰だった？さっき、ユーリ、はい、大谷翔平はチームどこだった？日本ハムです。そうだよな。じゃあ一斉、はい、今の鈴木誠也選手はさ、日本シリーズでファイターズに負けたその日、お家に帰らないで球場でバット振ってたって。すごいな。できるか君は？返事首でやってるよ。じゃあ難しいな。大丈夫か？はい。お家でバット振ってるか？たまに。たまにじゃないや。たまに飯食ってもいいけど、バットは毎日振れ。大丈夫か？お前俺のヒットの話聞いてねえだろ、はい、お茶ばっかり飲んでからね。姿勢も悪いけど態度も悪くなってきたな君な。大丈夫か？はい、はい、しっかりよ、バット振れよ。はい、はい、しきとくん。はい。テン。はい。バット振ってるか？同じく。たまに？5日中3日ぐらい。お前の例えは不思議だな。普通1週間に何回とか言うけど、5日中3日ね。1週間に200回です。1回200円、あ、200円じゃない。1回、あ、い、あれ、1日200回です。本当か？はい。今作っただろ。使ってませんよ。本当か？はい。今日振ったか？今日は朝に50回振りました。よし、じゃあ帰ってからあと何回？0回です。なんでやねん。あと150回振らんと。しっかり振れよ。はい、はい、よし。ではここでスポンサーからのお知らせを聞いてください。お願いします。はい、コマーシャルちょっと休憩。あと何分ぐらいですか？もうあと15分。面白いぜ。シーツのことでして。あ、どうでした？今のがスペシャル。チュそれで行くぜ。早く手洗って帰ってこいよ。こっちね、押しピン。こんなの疲れるか？耳が赤い。耳が熱い。違うね。赤になったらすごい。ありがとうございます。おっと、やっと探した。自分の時計探した。特にいない。プレケシーシーアウス。特にいない。安い、アッキーじゃないの。ピッチャーだった中村。
中村明。お前中村好きじゃないか。同じだ。中村雄一だ。中村雄一。遠山さんのファミリーはいないの？いないですね。私の子供も高校生と。じゃあずっとじゃあチームの通訳マネージャーで残ってるわけ？そうですね、コーチと仕事の関係をずっともう6年ぐらい、コーチってアレックスと？アレックス、はいはい、格中すごいんじゃん。アレックスの仕事って何ですか？ソルジャーの指導係？うーん、でもないですね。ソルジャーも7年ぐらい前に引退して、その後はここぐらいに残った。ソルジャーって何だ？ソルジャー引退した後もなんか中で、仕事をしているんですけど、彼はダンディスコーディネーターといって、語学を学びに来る安オッケー軍人がいるんですけど、その人たち安オッケーオッケーオッパピーオッパピー。はい、だ、忘れた。ジョセフ、ジョー。はい。スペルは J-O。J-O-E-S-E-F J-O-E J-O-S J-O-S はい E P P H ボンバックは B B O A か A B A U U M N M N M M ではなくて M。 M？ ああ、待ってよ。B U N。B A U。あ、ごめんよ。B B A U。M M はい。B B A C C H。あ、H。あ、K じゃなくて H か。はい、わかりました。O M は A からか。O O はい O。W E E A N マックリーランドは M C C は小さい C C はい M C ああはいで L E ランド L A N Dうん、A E N N D D はい待てよ M C C C L E M C C L E L E L A N D A N D OK Thank you K ラボはさっき聞いたな。はい、皆さんあと10分です。はい、もう二度と姿勢が悪いと注意されないようによろしくお願いします。はい、リアムは生まれてからずっと沖縄？アメリカにいた？Yes. はい、ジョーは？はい。はい。応援は、yeah. ずっと沖縄ちゃう、ああお父さんたちのお仕事の関係で世界中回ってる。沖縄に沖縄で暮らしたこと忘れるね。よろしくね。レディオスタジオで変なおっさんに会った話も忘れるな。始まった。始まってるって知らなかった。いつコマーシャル終わったんだろう。はい、ブルージェイズの皆さん、はいはいはい、お願い、マイクは持ってや、床に転がすな。いいですか？はい、はい、はい、6年生、6年生手を挙げて。1人だけ、はい、ゆうまくん1人だけ、はい、5年生、
おお、五年生いっぱいいるね。二、四、五人。はい。はい。はい。四年生。はい。三年。はい。はい。二年。はい、じゃあケイラブ一年。うん、はい、オッケー。ケイラブ。はい、学校面白いか。はい、先生綺麗か。そうか、答えにくい質問をしてしまいましたね、ごめんなさい。オスキャ、はい、完全に遊んでるだろう。お前このスタジオで遊んでるだろう。わかりました。はい。しきとくん。はい。キャプテンしきと。はい。あのさ、はい、テーブルに置いてあるマイクに向かって頭下げるんじゃなくて、マイク持った方が早いと思うよ。はい。いいですか。はい。はい。しきとくん。はい。将来はプロ野球選手になる？なるつもりです。よし、しっかり頑張れよ。はい。英語もできるプロ野球選手になるよ。はい。アメリカ行って活躍してよ。はい、ね、頼むぜ。はい、はい、ゆうまくんは、はい、君もそうか、はい、はい、しっかりよ、はい、一斉は、ん、君何、はい、寝とっただろう今、起きてたか、はい、俺の質問は何だった、プロ野球選手になる、違うだろ。彼女の名前はって聞いてたんだよ。そう、一斉、野球選手になるか、はい、それともコメディアンになるか、プロ野球選手になりたい、はい、飯食えよ、はい、細いぜちょっと、はい、体重何キロ、27 27あるか、あります、ありますか、はい、よし、ケイラブとちょっと重いくらいじゃない、ケイラブより。ああ、飯食え、今日の給食なんだった、給食はパンと、うん、シチューと、シチューと、野菜と、野菜と、牛乳です。牛乳全部食べたか、いや。そこから世の中ちょっと勘違いしてるわ、はい、おかわりするぐらい食べんと、はい、いいか、はい、明日から校長室に行って校長先生の分も食べろ。いいか、はいはい、校長先生少しダイエットしなさいって言っとけ、はい、なあ、たまに新聞に出るんだからもう少し痩せた方がいいですよって、はい、言いなさいよ、はい、はい、よし、じゃあ隣の千里くん、はい、千里くん、はい、千里くんは今4年生、はい、羽衣小学校4年生、はい、はい、羽衣小学校の校歌を歌えるか。あれ、まだ覚えてない、早く覚えんと思うよ、年生だね、はい、君はしっかりよ、はい、大輔くん、はい、大輔くん、はい、やら小学校嘉手納町はさっき言った飛行機の音もうるさいけど、練習やら小学校何だった、嘉手納ドリームス、はい、もう練習頑張ってる、うーん、友達でドリームスに入ってる人もいる、はい、うん、俺たちブルージェイズと試合やろうぜって言ってやったことあるか、じゃあこれからやりなさいよ、はい、はい、だ、リュウキ君、はい、はい、元気か、はい、勉強大好き、いえ、あれ、野球は大好き、はい、遊ぶの大好き、はい、分かりました、ゆり君、はい、勉強大好き、いえ、あ、野球は大好き、はい、オッケー、わかりました、しきとくん、キャプテン、はい、この間抽選会あっただろう、ありました、どこと当たったか、最近のですか、はい、具志堅シャークスです、具志堅シャークスと当たった、はい、これいつね、試合は、あ、いつか、1月の、うん、何日、うん、7ぐらい、ああ7ぐらい、オッケー、ちゃんと覚えとけよ、はい、お前試合の日にお家でテレビゲームしてるのよ、はい、いいか、
はい。再来週のカリウス大会はどこと当たった？北多摩ライオンズで。北多摩ライオンズは、はい、畳同士じゃないか。しっかりよ。ゆうまくん。はい。ピッチャーゆうま。はい。大丈夫か？はい。うん、サインは考えてる？作戦考えてる？はい、まあまあまあ。はい、まあまあまあ。まあ大丈夫か本当ね。はい。はい。リアム。はい。ホームラン打つか？はい。オッケー、頼むよ。何本？お前さ、100、よし打てよ、約束だよ。ああ、頼むぜ。もう他の人バッターやる暇ないよ、もうお前が100本打ってる。ジョー、ジョー、君は何本打つか？ワン。普通だなこれが。な、100というのはちょっとな、まあ、せめて3本ぐらいにしとけな、リアムね。ね。トゥリータイムね。オッケー、頼むぜ。はい、応援は？全部ホームラン打つわ。オッケー、わかりました。勝ってますよ。ケイラブ。ファイブ。よし。まあ、100って言った先輩がいるからな、5はちょっと地味だったな。はい、指揮とキャプテン。はい、はい、もうそろそろ終わるからさ。はい、監督にいつもありがとうって大きな声で。監督いつもありがとうございます。頼むぜ。はい、しっかり頑張ってよ。はい、はい、皆さんはあの英語も野球もしっかり頑張ってすごいプレイヤーになってくださいね。はい、はい、メジャーリーガーになったら俺呼んでよ。はい、はい、はい、今日本当どうもありがとうございます。はい、ヒッティングチャンス。この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、中野町居酒屋グースタイル、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。